火山灰の顕微鏡写真。上は平面変更、下は交差変更顕微強化の白片判例岩の白片の顕微鏡写真ウイドを含む石灰岩の白片の顕微鏡写真。最大のものは直径約 1.2mm 工学的鉱物学や被災岩石学の分野において白辺とは岩石、鉱物、土壌、陶器、骨、または 金属サンプル等を変更顕微鏡や電子顕微鏡、電子線、マイクロアナライザ等での分析のために調整したものである。岩石の白片はダイヤモンド陣によってサンプルから光学的平面上に切り出される。その後、スライドガラス上に設置され30マイクロメートルの厚さになるまで、研磨部を徐々に細かくして磨く。通常、厚さを測定するゲージとして、 最も豊富に存在する鉱物の一つである世形が用いられる。互いに正しい角度にセットした2枚の変光フィルターの間に設置すると鉱物の光学的性質によって光の色や強さが変わる。異なる鉱物は異なる光学的性質を持つため岩石を構成する鉱物の大部分は容易に同定できる。例えば社長石は写真中では 複数の平行な総称面を持つ透明な鉱物として見える。大きな青緑色の鉱物は射方軌跡が利用した単射軌跡である。白片は岩石中の鉱物の光学的性質を調べるために作られる。これは岩石学の一部で岩石の起源や進化を明らかにするのに役立つ。特に崩壊石等の高い複屈折を持つ鉱物を含む岩石では、 超白片は作られることがある。通常の30マイクロメートルの白片は常実のように調整されるが、薄切りにした岩石は、エタノールに溶けるカナダバルサム等の可用性、接着剤によってスライドガラスに設置される。白片は粒子の小さいダイヤモンドペーストで2から12マイクロメートルの厚さになるまで磨く。この技術は、石器の粒が5マイクロメートル以下ときめの細かい。 マイロナイト等の微細構造を研究するために用いられる。また、透過型電子顕微鏡での観察や、光学及び電子画像での詳細な特徴の比較のために用いられることもある。ありがとうございます。